天才軍師。安本さんは今パシフィック横浜の1階席のベスポジに座ってます。どうですか2階からの景色は。いやー、こんなに広かったんだね。こんにちは。どうですか3階からの景色は。最高です。パシフィコ横浜国立大ホール5000人収容できるところ0人0人っていうのは見えないですよね。だってこの絵面どっかの会議室じゃねえか。いや本当に信じてください。パシフィコなんすよ。癒し中華やめれません。店主やめなよ。ちなみに細谷さんは冷やし中華食べますか。食べないですね。あちゃー、金属疲労で折れちゃった。ひどいひどい。直せ直せ。通ってくんねえからもう一回。いやいやいや、もうそんな奇跡は二度と起こらない。目が目がよ。やばいでしょ。おお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 お。初めての一人暮らしで絶対に準備しておいた方がいいということはありますか。お金とそれは置いといて、別れた後も幸せになってたらいいなっていつも思うので、恋愛の好きではないのでしょうか。ものすごくいたずらにこうやってんですよ。はい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 、はい、ピンポンダッシュですよ。僕はもうほんと何のために生きてるのかな。やっぱりさすが天才軍師リスナーですよね。やるときはやります、ね、そういうのよ、そういうのっていうね、うん。